皆さん、こんにちは。日本語ウォークの時間です。今日は新しいカメラを使って撮影をしています。このカメラどうですか？とても画質がいいと思いませんか？夜の撮影なのに明るく映っているのですごいなと思います。それに手ぶれがほとんどありませんよね。買ってよかったなぁと思っています。今、時刻は夜の11時あたりです。撮影をした日は平日で、会社帰りの人が何人か歩いていました。少し遅い時間帯なので、このように通りには明かりがついていますが、人の数はまばらですね。閉まっている店も多いです。日本では最近、夜遅くになると閉まる店が多いです。私の体感だと、コロナウイルスの流行前は深夜までもっと多くの店が開いていました。日本では政府が働き方改革というものを推し進めています。日本では労働者の働きすぎが社会問題となっていました。そのため政府は労働者が働いていい時間を制限しました。その結果、深夜に閉まっている店が多くなったのだと私は思っています。お、何やら沖縄の音楽が流れていますね。ああ、沖縄料理屋さんですね。皆さんは沖縄が何かご存知ですか？沖縄は日本の南にある島です。本州からとても距離が離れているので、独自の文化が存在します。そもそも沖縄は琉球王国という国でした。日本の国の一部になったのは、歴史的に見れば意外と最近のことなのです。興味がある人は調べてみてください。沖縄にはとても綺麗な海があります。外国人観光客にもとても人気な観光地なので、皆さんもいつか訪れてみてください。ちなみに私は沖縄に行ったことがありません。でも、とても行ってみたいと思っています。皆さんは日本で行きたい場所はありますか？このチャンネルでは東京のスポットばかりを紹介していますが、日本には東京以外にも魅力的な場所がたくさんあります。先ほど話した沖縄の他にも、京都や奈良、大阪、広島、札幌など、魅力的な場所はたくさんあるので、日本に来た際はよく調べてみてください。ちなみに、私のおすすめは京都です。京都にはたくさんの歴史的建造物が残っています。今、日本の首都は東京ですよね。かつて日本の都、つまり首都は京都でした。皆さんは天皇を知っていますか？天皇は日本の王様です。皇帝とも言えます。天皇は今東京に住んでいますが、かつて日本の都が京都だった時は、天皇は京都に住んでいました。
皆さんが住んでいる国には皇帝や王様がいますか？日本の現在の天皇は126代目です。天皇にはとても長い歴史があるんです。東京には天皇が住んでいる皇居という場所があります。東京駅から歩いてすぐのところです。実は皇居は江戸城というお城だった場所にあります。神聖な雰囲気のある場所ですが、とても綺麗なところなので、ぜひ一度訪れてみてください。ここは右に曲がることとしましょう。あの原付も右に曲がったようですね。皆さんは夜の東京と昼の東京、どちらが好きですか？最近このチャンネルでは夜の東京ばかりを撮影していますが、お昼の東京ももっと見てみたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。最近すっかり暖かくなってきました。半袖でも過ごせるような気温になってきましたよ。でもさすがにまだ半ズボンを履くのには早いかもしれません。でも日本に来ている外国人観光客の方々は半ズボンを履いている人が多いです。日本人って寒がりなんですかね。今右に見えているのが駐車場です。ここに自動車を止めることができます。生産はすべて機械で行われます。日本でレンタカーなどを借りて観光をしたいとき、日本では基本的に道端に車を止めることはできません。そのような時にこのような駐車場がとても便利です。日本では駐車場を準備できないと車を買うことができません。皆さんの国ではどうですか？普段自分の車をどこに置いていますか？東京では駐車場がとても高いです。だいたい1ヶ月3万円くらいします。3万円は約200ドルです。高くないですか？それともあなたの国ではこれくらい普通のことですか？日本では若者の車離れが進んでいます。人生において車なんて買う必要がないと思っている若者が増えているんです。まあ確かにレンタカーやカーシェアのサービス、シェアライドなどがあるのでわざわざ車を所有しなくてもいい時代になっています。それに加えて東京では電車もたくさん走っているので、ますます車を買う必要がありません。ただ私は自分の車を買ってみたいと思っています。お、踏切に電車が近づいていますね。この踏切、結構横幅広くないですか？電車のライトが近づいてきましたね。今夜11時ぐらいなので最終電車まではあと1時間30分くらいあります。来ました。夜遅い電車ですが結構人が乗っていますね。
電車も見れたことだし、今日はこれでおしまいにします。バイバイ。